越川智孝は、日本の女性モデル。千葉県船橋市出身。47エージェント所属。夫は、司会師でありタレントの稲葉翔太。小学生時代に養成所に通ったことがあったが、雑誌を見て、モデルの仕事を開始する。2010年7月、総合格闘技団体、ZST のラウンドガールに就任。当時17歳であった。高校卒業後は、 某 IT 企業でアルバイトをしていたが、2015年、宮本咲の芸名で、ハーツインターナショナルに所属しモデル業を再開。レースクイーン活動や、東京オートサロン、東京ゲームショー等のイベントに出演した。その後本名の、越川智隆に、活動名義を戻し、ミスユニバースジャパン2 0 1 7専用大会では、審査員特別賞を受賞。2017年5月、 ミススプラナショナル、日本代表に選出される。2017年10月24日、一般公募153名の中から、2018、トリンプイメージガールに選ばれる。千葉県出身モデルが、トリンプのイメージガールになったのは、史上初。2012年度以降2名選出が続いていた、同イメージガールとしては7年ぶりの単独選出となった。2017年12月1日、 ポーランドで開催されたミスプラナショナル2017ではトップ25に選ばれた。2019年6月、天使のブラ誕生25周年記念イベントに他のトリンプイメージガールと共にファッションショーへ出演。趣味は映画鑑賞、美容研究。好きなタレントは篠原良子。世界遺産検定3級の資格を持っている。東京ゲームショー2016にて。 ありがとうございます。